で寄せるんで、ちょっと波紋消えるまで待ちます。朝一はやっぱ波紋とか消えるまで待つ方が広範囲に魚寄せれると思うんで。よっしゃ、よっしゃ、マジかでかいでかい、来た、ハス、うわ、バレた、ついてるついてる、ハスフラット水面ノイジー、バレそうバレそう、よっしゃ、でかっ、この角はやっぱギルがめっちゃいてるな。ギルラスマ。めっちゃギルおるっすね、ここ。タイミングによってフィーディングスポットになると思うんで、また着水音で寄せる。風吹いてきましたね。まあ、なんかあれやな、風吹いてきたら、はい、今度は次とかにだいぶ変わんな。はい。いやこれ引っ掛けたか。あ、来た。あ、待て、あ、もうちょい来る方がいいかもしれない。はい、え、え、あ、あ、あ、え、え？何これ？い、ギルですか？当たってますよね。今もう、え、吐きました？え、めっちゃ走ってましたよね、今。あれ？あ、走った走った、あれ？いや違う、これ今、はい、今は気にかかってんの。あ、今は気になんですね。でもさっきの走った、はい、走ってましたね、完全に。ギルか？分からないです。さっき僕めっちゃ奥って話されたんで、多分まあまあ送る方がいいんですよ、遅れたら。え、マジで？ロングカーリー食って、もうシェイクして、めちゃくちゃ持っていかして合わせて腹筋飯したんで、なんかちょっと食いしぶいかなって感じだったんですよ。え、一頭で食いましたね、でも。ライン完全にフリーにして走らそうがいいんですよね、それが。あ、ハランド、もうクラッチ切って。もうクラッチ切って、はい。の方がいいかもしれないです、あの走り方は。まあまあ走ってましたよね。うん、まあまあ走った。ブルーンって。走ってましたよね。絶対ギルじゃない、当たりが。ブルフラも風で届かへんですね、あの辺まで。はい、まあもう釣れるとも釣れるともバスでしたよね、多分。独立やったら、はい、はい、この中で、はい、マジでニュースじゃないってなと、はいはいはい、この
メキ、コマスメキ、そうやけど、餌がないから成長せえへんじゃん。はい。釣れるサイズがほんまにこんなんばっかりや。はい。これ絶対あれやで、みたいな。餌が長すぎて、成長せえへんねん、みたいなこと言うとって、はい。その年の秋に、ミミズで釣ろうかね。あ、ブルフラクター。でかいブルフラクいましたよ。走ってる？走ってます、走ります。走ってます。おめっちゃ走ってます、めっちゃ走ってます。くれ。なんか走らないです。走れ。ん？でかいか。よし。まあまあでかいです。丸飲みですね。え、やっぱボリューミーな。ボリューミーかもしれないです。丸飲みですね。送りすぎた感が。お、丸飲みや。丸飲みです。うわ。めっちゃ高い。えぐい。うわ、なんかマスバリついてる。でも、マスバリ2つついてます。え？え？何こいつ？ここにちょっと後で回収するんで、ここに1個と。めちゃくちゃ釣られてるやん。ファンキーなピアス野郎ですねこれ。しかもまたこれセコいマス針よ。セコいマス針ですね。あの釣ってあげてよかったかもしれないですねこれ。お前うわ丸飲みす。やばっ。ばっくり。ばっくり。すごいですね。完璧やん。はい。また俺の横で。俺がなんか当たった言うてその横で。横で。釣れてしまいました。俺の選択はボリューミーじゃないやつに選択したのが間違いかもしれないですね。やっぱハットイカがボリューミーやったから食うてみたいな。はい、かもしれないです。すげえ。めちゃくちゃちょっとコンディション悪いですね。でもあ確かに。はい、まあでもええやん。はい、サイズはいいサイズですね。言うとこ、はい、ゆっくり見て。オッケーです。おめでとう。ありがとうございます。さすがやわ、ほんまによかったです。俺も買えよう。ボリューミーですね。さっきのバスと違うのかな。どうなんやろ。どうなんですかね。でもあいつ一向に吐く気配なかったですよね。いやでな、今のは。で今フッキング正直ミスったんですよ。あっちで食ったのに、合わせた時にはもうこっちでおったんで、あの走らしてたんですけど、ラインがこう沈んでるから、こう水中で屈折しとったんですよ。ラインが合わせ効いてないと思ったんですよ。ぐりぐり巻いたけど、それで吐けへんかったんで、さっきの場所やったら吐きそうですよね。そやろ。はい。いや、わからんね。言うて。いや、今のでもテンションだいぶかけても吐けへんかったんで。さっきのんで、そんなにチャマさんのテンションかけてないのに吐いたじゃないですか。もうほんまに。なんなら、あ、走ったってなった瞬間に、一応クラッチを切るか切らへんか。はい、あ、開くた。奥で。はい。食いましたね。カメラ、行きますね。今全然吐いてない。吐いてないですか。え、吐きました。え、吐いてない。どうしたらいい。待ってください。はい、行きます。走ってるよ。走ってますよね。はい、はい。あ、ごくドラドラッグ。おっさん、乗った乗りました。でかいですか。でかいかも。おー、やばい。でかい。え、ちょっと待って、でかい。え、嘘。丸飲みかもしれないんで、し、これ結構慎重な方がいい。はい。手前来てから突っ込まれたら、丸飲みやったら切られる可能性もあるんで。ドラグ。はい。でかいですね。あ、でかいわ。え、めっちゃでかい。でかいで、めっちゃでかい多分。おお、低い、めっちゃ低い。あ、やば。え、やばないですか。何これ。え、バスやでな、絶対な。バスやと思うんですけどね。もう怖っ。怖。でこいした。いや、でかいと思う。でも、竿だけは絶対負けとかなあかんので。あんま跳ね出したくない。かなりでかいですかね。あー、でかい。でかい。あ、でかい、でかい。でかい。おお、でかい。よっしゃ。でかい。ブリブリ。
え、でかでかうわめっちゃめちゃくちゃいいバスやばい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 どんな感じですか係が係こんなあんなに送ってうんえ、ここえでもこれ結構硬いとこやねこれ硬いとこですねでも怖かったですね怖い怖い怖い川市に見えるやんだってやばいです川市に見えます見てこれちょ言わして言わしてはいゆっくり見てうわ久しぶりにいいサイズどうしたんありがとういやいいバスうわめっちゃいいバス最高ですねあなっしゃあおめでとうございます丁寧に動かしてラインをしっかりこう竿を戻してラインを垂れめる垂れめるんでこう戻してそうそんであ戻しすぎたらあれやからこうちょっと糸ふけ取って当たりを取れるようにそのぐらいでもたまにちょんちょんってやってで食ったらな多分クラッチ切って送る方がいい最低は5秒最高10秒ぐらいでいいかもしれんけどなんかほんまに送ってもさっきのチャマさんのが外掛かりやったから外掛かりっていうか全然飲んでない自分的になんか美味しそうかなと思ったらトントンってアクション加えて誘い入れる感じでいやー面白い面白いですね面白いバス行ってこうじゃないかあれえ全員通らんようになってるやんけなこれなもっと大事なことかな大事でしょ今霹靂一閃繰り出してんじゃんどっかでかなどこ行ったん分かれへんはいカバースキャットの進化クタ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 持ってけ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 しゃいやちっちゃいっすカバースキャットで なんか当たったね今なんか吐いたボロボロやななんかめっちゃ釣られてるなかわいそうにめっちゃ口ボロボロかわいそうあんだけ送っても丸飲みじゃなかったOK ありがとう40弱